88式系爆撃機88式系爆撃機は太平洋戦争前に日本陸軍で採用された爆撃機である。設計、製造は川崎航空機。87式系爆撃機の後継機として88式偵察機を爆撃機化した機体で日中戦争の初期まで使用された。日本陸軍は1928年に 国産爆撃機として87式系爆撃機を採用したが、この機体は主要構造が木製骨格にハフバリという旧式なもので、後継機の開発は必要不可欠なものであった。そのため、87式系爆撃機の正式採用と同時期に新型系爆撃機の開発を支持したものの不調だったため、 正式採用されて間もない新型偵察機である88式偵察機を爆撃機に転用することを計画し、川崎航空機に対して機体の改造を指示した。川崎では88式偵察機2型を爆撃機に改造した機体を製作したが、テストの結果、性能的に満足いくものだったため1931年5月に88式系爆撃機として、 正式採用された。88式偵察機からの主な変更、改造点はというもので、外観上はほとんど88式偵察機2型と変化はなかった。装備の追加や機体構造の強化のため機体重量は増加しており、その分速度性能が低下した。1932年頃から87式系爆撃機に代わって部隊配備が開始された。 機体の諸性能は88式偵察機の優秀さをそのまま引き継いでいたため実戦部隊で愛用され満州事変第一次上海事変から日中戦争の初期に至る1938年頃まで前線で使用された爆撃機としてはやや鈍速であることが難点であった爆撃のほか、偵察連絡などの任務でも使用され第一線を退いた後は 練習機として使用された。生産は川崎と石川島飛行機で行われ、生産機数は407機であった。ありがとうございます。